はいどうもこんにちは、ゴブリンです。前回、長老を倒したことで、スーパーウルトラすごい能力を手に入れたわけですが、そんなことより自宅が大変な状態です。ご覧ください、このチェストの床。収納スペースが足りなくなってきました。一応綺麗に仕分けてはいるんですよ。例えばこっちは木材スペース100ペコの前適当にしまったコンボウ入ってるわ。まあ収納あるあるですよね。そしてこちらが貴重品。埋葬室をいくつも荒らしましたからね。そして枕元のこちらのチェストは。生首コーナーです。というわけで今回は、自宅をリフォームしていきます。画面にチラチラ映っていますが、実は木こりにはまり、動画外で伐採しまくってました。その結果がこの木材の山です。せっかく木材が大量にあるので、今回はかなり大きなリフォーム、拠点を建て直そうと思います。それでは今回も説明を交えながら、建築風景をダイジェストでお送りします。今回は敷地を広く取りたいので、考えもなしに置いていった木材を移動します。無駄な作業と思われるでしょうが、集めたものを巣に貯めるハムスターみたいだと思えば、この半裸おじさんも可愛く見えてくるのではないでしょうか。私には変態にしか見えませんが、移動が完了しました。1ブロックが木材50本分なので、合計で2000本以上の木材がありました。次に床板を張っていきます。高さを揃えるため、クワで地面を鳴らしつつ、木の床を設置します。床板の設置が完了しました。なお、この時点ではどんな家にするか決まっていません。とりあえず広けりゃいいだろの精神です。次に壁を設置していきます。この辺りからでしょうか。私のセンスが輝き出したのは、そう、ついに拠点のアウトラインが固まったのです。え、どうやって決めたかって？ログハウスで検索してきまし、壁が完成しました。さらに今回は2階建てにするため、2階の床板も設置していきます。まあぶっちゃけ、この手のゲームにおいて、2階って使わないので物置にする予定です。上下階の行き来がめんどくさくなるんですよね。なのでこの辺は多少手を抜いてもバレンや屋根の枠を作っていきます。ここまで来たら完成は目前。まさかここまでスムーズに建築が進むとは。バルヘイム界、新進気鋭の建築士。どうも私がゴブリン、屋根のバランスがおかしかったわ。一列削る羽目になったわ。最後に屋根を張っていきます。ちなみに赤く表示されている部分は、支えが不足しており強度が足りないことを意味しますが、私くらいになれば強度ギリギリを攻めることで、谷類を見ない建築が可能。おいここカットしろよ。完成しました。それでは早速ご覧いただきましょう。これが新第2拠点です。2階建てのログハウス風となりました。本当は丸太みたいな屋根にしたかったんですが、かやぶき屋根しか作れなかったので妥協しました。家具は基本的に家の中に置いていますが、窯と溶解炉はサイズの関係で外に出してます。それでは中に入ってみましょう。表札にセンスのかけらもありませんが、ハウスってつけてるのは、ようやく家らしい家が建てられたという喜びの表れです。中はこんな感じ。入って右手は作業スペースです。作業台のほか、新アイテムである発光ダルもあります。なお、使い方はわかりません。こちらは調理スペース。ここにも新アイテム、大鍋があります。これを使っていつの日か、あのカラスを煮込み料理にしてやろうと思って、反対側はベッドと収納のスペースです。焚き火は煙が充満しないよう、外に出してます。こちらはインテリア。実際に座ることもできます。ボスにボコボコにされた時の反省会会場になりそう。さらに、背後には収納スペース。もちろん仕分けもバッチリです。階段下のデッドスペースも漏れなく活用。ここのチェストはまだ空きが多いですが、これからお宝の山で埋まっていくことでしょう。あとここが生首コーナー。2階もご覧ください。上がってすぐの場所にポータルを設置。転送先でボコボコにされる可能性がなきにしもあらず。というか正直そんな経験ばっかりなので、すぐに逃げ帰って回復できるよう家の中に設置しました。こちら側は吹き抜けになっています。
ちなみに、作業台のレベルアップに必要な家具は、作業台の上の空間に置いても OK みたいなので、1階を広く取るためにここに集めてます。こちらがベランダです。見晴らしが良いとは言えませんが、決して悪くない景色が広がってますね。頑張って建てた甲斐があったと思いました。さて、あとはテラスを紹介して終わりましょう。階段で1階へ、めんどくさいな、こっちから降りよ。テラスも少し拡張しました。池の反対側から帰ってくることが多かったので、アクセスしやすいように小道も突貫で作りました。あ、そうそう、一つ紹介し忘れてました。ついにイノシシを飼い始めました。出会ってからここに誘導するまで一苦労でしたが、その甲斐あってイノシシたちは私にメロメロ。懐きまくりです。ちょっと様子を見てみましょうか。すぐじゃれついてくるんで困ってるんですけどね。というわけで寝台に拠点でした。ほぼノリで作った我が家ですが、なかなか気に入ってます。なお、今後もどんどん改良していく予定です。しばらくは霊の霊廟を探しつつ、素材集めでもしようかな。と思ったらこの天気ですよ。仕方ないので家の中で遊びますか。そういえば聖堂を手に入れてから、まだ作ってないレシピとかあるんですよね。この聖堂の釘、船を作るための素材とかなんとか、とりあえず作ってみよう。お、レシピがいくつか解放されましたね。これはカートか。後で作ってみよう。本命はこちらのバイキング船。必要な素材が多いものの、作れなくはないな。大海原を旅する時も近いかもしれませんね。あとはアイテムスタンドも追加されたのか。あ、これ作ってみよう。これを壁にくっつければ。では早速自慢の剣を飾ってみましょう。ん？あれ？表裏逆じゃねえかこれ。突起がある側に飾るわけか。よし、今度こそ。おお、これはかっこいい。さすが鍛え上げた剣、輝きが違いますね。しかしこれは普段使うので、代わりに何か目立つものを飾りましょうか。これは目立つ。こちらも新アイテム、カートです。おお、これは素晴らしい。チェスト1個分の収納スペースがありますね。そしてこの棒の間に立つことで、移動できるわけか。また大量に伐採するときに使ってみよう。そういえばこれってポータル通れるのかな？よいしょよいしょ。よい。頑張れ頑張れ、お前ならいけるって気持ちで負けるな。まっすぐ進めばいけるから、多分落ち込むなってここからだから。というわけで今回はここまでです。たまにはこんな日常会があっていいですかね。いつもボコボコにされてるだけなんで、次回からはまた冒険しながら、霊廟を探そうと思い、いやチラチラ頭が映るのはやっぱ怖い。これでよし。では今回はここまで。バイバイ。